結局、よいしょ。その、あ、そうだ。案外に昼は暑くなってるんだよね。じゃあその肉食動物はね、その頂点に登らなあかんかって思ってへん。鳥は知らんけど、わしたかるよな。で、その四つ足の肉食動物、その頂点登ってどうするんですか？生態系の頂点なんて、生態系ってそういう考え方やから。ね。食べるけど食べられへんみたいな。でも一番トップは結局じゃあ誰が食べるんですかと言うと、他の生き物と同じようにバクテリアとか言われるけどな。まあ結局は木の植物たちの栄養になるわけです。それでその植物動物は少ないけど、ただね、じゃあ上に登ろうとするかってそんなことないやろ。まあ、猫でもな、木登りの時でも知れてるやんか。鳥に比べたら空飛べへんもんだから、鳥は空飛んでますよ。じゃあどうしてその生態系の頂点登らなあかんと思い詰めるかって、さ、肉食動物じゃないんですよ。だから猿や言うて、猿は上に逃げなあかんからでしょ。逃げ場は猿にとってもう木の上しかないもの。だから一番安全やね、猿にとって。その安全なところに行きたいね。生態系でも究極に安全なのはそうだ、肉食動物より上だって。つまり肉食動物を食べたらいいんだみたいな。そうだね、低能すぎるやろ。すぎることじゃないけどな。あっと驚く、バカな、バカげた発想やろ。ヨタ話みたいやろ。でもな、猿はそれ、大真面目でそう思うもんやねん。で、結局、それが猿のね、猿限界って言われるやつやな。で、台湾猿うんぬんとか言っとったやろ。あれ、うちの話しちゃうのにな、いつまでもうちの話に従うやろ。だから、誰かのことにした方が有利な時は、その人のことで一生懸命、延々その人のことにしようとすんねん。だから、虚偽表示になってまうねん。だろ？で、詐欺とかになっていくの。そうやね、犯罪者になっていくの、彼らは。なんでかって自分の都合を優先するからやん。あ、そらそうやな。そう、こう言われたらそらそうやな、ね。自分の都合ファーストを突き詰めようとするから犯罪者になるよ、最後。犯罪思考回路になるよって言って。そして犯罪しかできない人物になっていく。なんでか言われたら。私たちは肉食獣動物じゃないから。やね。簡単に言ったら。そんな肉食動物増やしたらいいねんって。人間以外を増やすんでしょ？だから猫とか犬とか。いや、そうじゃなくて、俺らがそれ食ってるやろ。なんでやね、吸血鬼の話したやろ。で、猫とか犬とか、その、まあ、まあ、食われたら怒るよね。そうそう。雑食動物とか、まあ、雑食で食われても怒るよ。そら。食うまねしても怒るよ、猫は。飼い猫でもな。そやけど、まあ、小さい時はあんまり怒らへん、面白がるよ。それはどの生き物もそう。な。そやけど、ほんまに食うわけちゃうから。そやけど、その、草食動物に食われたらさすがに怒るやろ。っていうのは、まあ、猿に食われたら。というかな、簡単に言うと、その草食動物の匂いがする人間に食われたら猫は怒るでしょう、例えば。そんな当たり前や。起きて破るどころか、その自然の起きてを破ってるやんか。そんなこと許されへんからな。犯罪者めっと怒んの。そういう怒り方やもん。で、それを感じた時の怒り方が皆さんが思うような、シャレならんとか、な、起きて破り目このとかな。そういう表現を取るだけでの話であって、そういった怒りの根源にあるのは、命のルールを逸脱した行為に対して、命の全てがもう、命というその全てのネットリンクが全部起こっているってこと。その人物がそいつに対してね。どう起こってるってこと。わかるでしょ。で、結局その、どのね、家柄もね、それはどの部屋も貧しい、お腹すいたことあるよ。何千年も生きてるし、ましてや何万年も生きてるし、ましてや何十万年も生きてるし、ましてや、あ、家柄の話ね。でしょ？何百年経と、数十年の家柄もあるのまだ。家柄としてはね。遺伝子の話してあるの。ね。それぞれの家柄の、その遺伝子の話。な。それは、今回の世界だけちゃうもん。ずっと連綿と来てるもん。宇宙飛べるし、第一遺伝子かな。遺伝子飛べますよ、宇宙を。例えば、ウイルスが飛んできたとか、細菌が飛んできたって言ってるでしょ？だから要するに遺伝子が飛んでるってことだ。
細菌の形で飛んでる、ウイルスの形で飛んでるわけだから DNA とか RNA かな。でしょ？で、その、だから遺伝子は宇宙、また越し？宇宙以外とも、宇宙以前の世界からも聞いてるわけやから、遺伝子かな。でしょ？で、そういう遺伝子の記憶、遡ったらさ、どっかで肉食動物の家も食べてるよ！な？だから最近肉食動物を食べ始めた、食べ始めたっていうか食べちゃった家、見て、ああ、やっとる、やっとるな。ああ、お気の毒と思うけどね。そう、だからどの家もかつては吸血鬼やっちゃった経験があんねん、どの遺伝子も。あなたの遺伝子も、その遺伝情報の中に、あ、やっちゃったって。その部分があんねん。でも、その時ひもじかったからじゃあなく食った経験で、ひもじいから証拠となしで食ったケースの方が多いねん、実は。そうじゃないケースの時にたたるんちゃう、やっぱり。その時にそれを悟ってあげることやね。まあ、うちの家はね、いろんなケース経験してます、はっきり言って。いいことも悪いことも。幅も広い。で、緻密。で、細かいならめっちゃ細かい。狭いなら幅はめっちゃ狭い。広いならめっちゃ広い。中ぐらいならめっちゃ広いな。どういったら。そして、狭い。細かい。大雑把。何もかも経験してる家でやん。家やんか、うちは大人とかな。でしょ、うちは大人気やからな。じゃあ、吸血鬼マジになったこともあります。ずっと前。その遺伝情報ありますよ。残ってる。全部残ってる、うちにも。な。だからこういうバランスいい体に。全部残ってるからやねん。バランスいい体格に。全部残ってるからやねん。全部残してんねん、うちは。だけど、うちっていう人物を作るときに、その、アレンジはしてはるねん、オーディンが。な。で、全部持ってますかって知らん。どっかにちょっと置いてるかもしれんし。あるいは、その、お続け全体でいろんなバリエーションを作ってるわけであって、例えば、うちが持ってないのを他のお続けが、お続けの他の人物が持ってるかも。それは高いの、それね。そういうような管理はするやんか、きっとしてる、あるわ。うちそんなん知らんねん、そこは。な？昔そういう担当やったこともあるけど、そういうところの責任者やったこともあるけど、そんな記憶持ってこられへんよ。そんな、全部の記憶持ってても、パーッても何もできないしな。常に全ての記憶がパッパッパッていうことしてる。アクティビティ、パッパッパッ、思い出した、思い出した、忘れた、アホかーってなるよ。コンピューターでも笑うと思って、今のギャグは。コンピューターも違います。そんなじゃないです。もうやめてください。もう、触らないでください、コンピューターを。ジェンジェンデジ何屋さんですかおかき屋さんです。ジェンジェンデジせんべいですけどせんべいせんべい漫画なんかなって話題だったよな、あれうちらのせいだよ。でもなりました。お後がよろしいので、ちょんちょん